消防士なら誰もがめちゃくちゃ怖いし恐れてる。気づいた時にはホテルで無理やりさせられてたとか。はい、皆さんこんにちは、隊長です。はい、今回はちょっと今回なんですけれども、ちょっと一通女性の方から DM いただきまして、はい、ゆひさんと、うん、今度、うん、急にちょっと先輩から、うん、お食事に誘われたと。おで、面識がない人なんですと、うん、その人が、うん、なのでちょっと気をつけなきゃいけないんですかねみたいな。それどんなことを気をつけた方がいい。絶対夕日に対しての質問じゃなく俺にするべきやな僕にと思ってああ確かに、でも気をつけることないんじゃないかなとかも思いつつ、うん、ただ面識がないっていう話をしていたので、うん、まあ初めてのデートやろ。まあそうです、そうです。あ、デートで気をつけなあかんところを防災の観点から、うん、まあそれを教えてほしいっていうと、めちゃくちゃ危険で絶対に注意すべきことがあって、これ絶対に娘が大きくなっても言おうと思ってるし、はい、なんやろな、これ多分消防士なら誰もがめちゃくちゃ怖いし、はい、恐れてるものがあって、うん、恐れてるもの、まずこの言葉聞いたことあるかな、ゆうひ。はい、デートレイプドラッグ。いや聞いたことないですね。デートレイプドラッグって皆さんご存知ですかって言っても、うん、ほとんどの方が知らないと思うし、俺も消防の119の現場を通して初めて知ってんけど、うんうん、はいはい、まあ、簡単に言うとデートするよね、うん、その時に気づいた時にはホテルで無理やりさせられてたとか。ご飯食べてただけやのに気づいたら動画撮られてたとか、うん、脱がされてたとか、うん、こういうニュースってチラッと聞いたことあるやんか。ありますね。これ、はいはい、実際めちゃくちゃ多いねん。デートレイプドラッグって言って、ドラッグ、デート中にドラッグ使われてレイプされてしまうよ、はい、女性の人生を壊すようなことが起きたりする、はい、で大前提にまずはデートレイプドラッグで女性が命を守る方法とか今からお伝えしていくねんけど、そもそもそれをやる前に男が絶対にそういうことを簡単にやったらダメ、うん、軽はずみな気持ちで、はい、したいからとか、うん、ちょっと初めて女の子とイチャイチャしたいとか、はい、あいつに民剤入れて意識ぶっ飛ばしてなんか面白いことしようやとか、そのノリでやったらあかんことやね、うん、本当にそれだけで人生終わってしまう子なんかいっぱいおる。最悪、終わらん方が珍しいぐらい、うん、だから絶対に軽はずみで男性とかはやめてほしいなと、うん、ほんまにこれは強く思う、うん、あの消防現場を通して自分の私欲のためだけにそのこの人生終わらすなっていうのは大前提の俺のメッセージとして覚えておいてほしいかなと。じゃあ次に女性とかがどうやってデートレイプドラッグから身を守っていくのかについてお話ししていこうと。でそれが何かというと、うん、あのフルニトラゼパムっていう眠剤。はいはい、眠剤ってなんか聞いたことあるよ。眠剤は聞いたことありますけど、睡眠の、まあ、あの不眠症の人とかやったら本来使われるな、うんうん、ただその眠剤って良くも悪くも手に入る状況が結構簡単っていうことがあって、まあ、それがお酒とかに粉々にして、うん、混ぜられて、はい、まあ、それが気づいたら女の子は飲んじゃう。でアルコールとドラッグで反応がめちゃくちゃ進んで、気づいたら意識が朦朧となって、うん、体が言うこと聞かなくなって、これ実は件数的にはめちゃくちゃ多いねんけど、はいはい、このレスキューハウスを見てる人にもそういう経験あるよっていう方がおればコメントで教えてほしいなと、うんうん、これをやられてしまうとやっぱ女性はもう体が思い通りに動かんと、うん、気づいた時には無理やり複数人の男性からさせられてたとか。俺が行った現場で言うと、まあ、一歩の119番通報が入って、まあ、20代女性と、意識が朦朧としてるっていう通報やってな、はいはい、どういう状況で意識朦朧ってなると、うん、ご飯中に食べてたら意識がなくなってきたと、店側からそういった通報が入って、うん、女性が起きないと、うん、で男性と2人でご飯食べてたけど女性が気づいたらもう男性は帰って、うん、女性はもう寝てたと、ただただ酔っ払ってるだけかなと思って、店員さんは起こしたけど全然起きないと、だから119番をしてんな、はいはいはい、でこれ結局、お医者さん病院搬送してお医者さんから言われたんがドラッグ薬物中毒だよね。もうそんなんが1回とか2回のレベルじゃなくて、うん、あの全国各地で発生してるよっていうのはもう覚えてほしいな。でそこに関して敏感になってデートしてる人がどれだけおるっていうと、うんうん、ほとんどの人がいない。なかなかそうですね、あの意識は回しづらいですよね。そうだって女性と夕日デートしたことあるやんな、はい、お手洗い行ってくるわって女性に言われたことある？あります。当たり前にあるよな。もちろん当たり前に、これがめちゃくちゃ難しい、うん、このデートレイプドラッグが
なくならない一つの理由。はい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 。だってお手洗い当たり前に行くやん。行きますね。で信用してるやん夕日のこと、うん、あ別に悪そうじゃないやん、うん、まさかそんなことされるとはね。そうまさかそんなことされてるとは思わんかった。これがもう消防現場とかではもう本当にひどい現場やねんけど、うんうんうん、まあ、そこから一回例えばさ、レイプされるとか、うん、わいせつ罪強制わいせつ罪とかももちろんそうやねんけど、うん、強姦やね、うんうんうん、その人の人生って明日回復するかってなったらせえへんし、うん、一生回復せえへんと思うな、はい、そういうことをされた汚らしい体になってしまったって自分が思ってしまうと、うんうん、また心の病気を抱えてしまい、うん、でそこからもう自分はこんな人生嫌だとか、うん、って言って自殺される方もおると思うな、はい、デートレイプドラッグって本当に防ぎたくても防ぎようがないねんけど、はい、まあ、お酒を飲んでから席を外すとか、はい、うん、まあ、じゃあ国はどうやって対応するんって話じゃない、うん、そんなんどうやって、まあ、難しいですよね。もうそうどうする、なんか僕今パッて想像したのは、うん、まあ、できるかは置いといて、その必ず、うん、まあ、大体お手洗い行くタイミングにされるっていうイメージはあるので、うん、空にしてから行くみたいな。ああそう、そういうところもポイントで覚えておいてほしいって言うんやねんけど、うん、まあ、その国とかどういうなんか医療関係者医療機関がどういう対策してるんかなっていうのは、うん、俺気になって医者に聞いてきて、はいはい、じゃあ民剤ってお酒に民剤を混ぜると、はいはい、お酒の色が青色に変わってくれんねん。へえ。だから青色に変わったらこれは民剤入れられた、絶対飲んだあかん色っていうのを、中毒のことを知らない人、ドラッグのことが知らない人でも、うん、あれこのお酒の色やったっけって確認して危険を判断してほしいっていう医療機関の対策があんねんな。あ、そうなんですね。そうだから民剤はお酒とかに溶かすと青色になったりして分かるようになるから、視覚的に。はい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 、はい、だからそういう色の自分のドリンクの色を覚えてから行くとか、うんうん、はいはいはい、っていうのも一つの手だよっていうのを教えてもらってな。へえ。じゃあ例えばハイボールを飲んでたとして、ちょっと黄金色っぽいじゃないですか。そう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 、そこに民剤入れたら青色になって、青色になって、そう、へえ、だから視覚的に分かるようになってくる。おお。そう、もう一つ、はい、俺もそういえばこういうの言ったよねっていうのが、まあ、うん、そのお医者さんと話してて思い出したやつが一個あんねんけど、はい、119入ってんけど、おばあちゃんの気分不良やってんな、うん、でその行ったらおばあちゃん普通に歩いてるし、うん、どうしたんですかって話を聞いてると、あの口の中がおかしいことになってると、ほう、すぐに助けてみたいな、結構慌てふためいた状況やって、うん、でおばあちゃんの口の中見てみると、もう真っ青の青色やってんな。へえ。でそのまま俺もなんやってなってパニックになったっていうのを覚えてんねんけど、うんうん、確かに後々聞いたらそれは民剤を飲んでて、民剤を口に入れたら、まあ、その口の中も青色になったりするから、うんうん、まあ、それであのパニックになるっていう119もあるんだよっていうのは覚えておいてほしいなと思って。へえ。でこの民剤で、うん、例えばオーバードーズ、まあ、一気に死ぬために民剤を大量摂取した、うん、じゃあ死ぬんかっていうと、致死量的にはまあ一線上からとか言われてるらしいねんけど、はい、まあ、そこは俺も具体的な数値知らんねんけどな、うん、まあ、致死量で言うと大量に飲まないと死なない、うん、と言われてるものやから、うん、民剤を入れられて死ぬかっていうと、まあ一粒とかな、うん、二粒入れられて死ぬかっていうと死なんけど、うん、死と同じぐらい危険なもんだよっていうのはほんまに覚えておいてほしい。うん、そうですね。 それをきっかけに何をされるかわからないという。そう、もうそれこそ人生が終わってしまうから、うん、だからまあ本当にこのデートレイプドラッグっていうのはもう女性、自分の俺も娘おんねんけど、もうそういう現場を知ったからこそマジで怖いなと、うん、で最後にじゃあ自分の大切な人がもしデートレイプドラッグ中毒になって倒れてるとした時にどうすんねん、どうやって助けたらいいねっていうところで覚えてほしいのが、うん、まずは何を飲んだかっていうのを分かるように必ず空き柄、うん、薬出したらこういう柄みたいな出てくるよね、それを必ず探しておくこと、うんうん、ありったけ探して、部屋に1個ありましたとか2個ありましたじゃなくて、もう部屋中のものをとりあえず探す、うん、おそらく飲んだであろう形跡のやつ、はい、あとは回復隊で救急車の到着を待ってあげること、はいはい、うん、普通にこうやって仰向けにしておくと舌根沈下って言って舌がな、うん、まあ、あのここに詰まってしまって窒息になってしまうと、で喉詰め何か嘔吐した時にそれがプクってなって、口の中で嘔吐物、吐物が気道に詰まってしまって、うん、あの窒息してしまう、ここが危険だから、まあ、回復隊でしっかりと救急要請、はい、で、最後に3つ目としたら、その子が意識が少しでもあって回復したなら、まあ、なんでしたのっていうのは医療従事者とか聞くよっていうので、まあ、医療関係者とか自分のパートナーがなった時はなんでしたのっていうところをちゃんと聞いてあげてほしい、はい、そっからしっかりと寄り添う、否定だけじゃなくて、うんうん、何でしたのかっていう原因をしっかりと聞いて寄り添うっていう心のケアもしてほしいかなと思います。はい、はい、
はい、ということで今回はデートレイプドラッグっていう、まあ、皆さんにとって結構身近な危険についてお話ししたので、もしそういった経験があるっていう方とか知人の話で聞いたことあるよっていう方はぜひコメント欄で教えてもらえたらなと。それが皆さん呼んでいただいて助かる命を助けるためにつながってもらえたらなと思います。はい、はい、ということで今回の動画が良かったと思う方はいいねやコメントチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。助かる命を助けるために。